ようやく見つけました。なんで僕の前からいなくなったりしたんですか？それ僕のバッグと財布だよね。悪いけど返してもらうよ。それは立派な犯罪だから。あ、いやまあ、僕も確かに今まではたくさんの詐欺を働いてきたけれど、それは知らなかったんだ。他の生き方を。でもお姉さんに言われて気づいた。自分はいけないことをしてたって。だからもうしない。この頭脳を人の役に立つところで使うと誓います。だからそばから離れないでください。え？今なんて？彼氏いるからそういうのは。え？あ、え？じゃあ僕との時間は何だったの？嫌だ嫌だ嫌だ！なんで僕じゃないんですか？街中で叫ばないでとか知りませんよ。お姉さんが僕を動揺させるのが悪いんです。僕はお姉さんに素敵な言葉を投げかけられて、お姉さんが僕のこと優しいって言うから詐欺もやめるって決めたんです。なのに彼氏がいる、離れる、もう会わない、そんなの詐欺じゃないか。結局因果応報ってやつなのかな。僕が散々人を騙してきたから。そんなことないよって、どういう目線で言ってるんですか？じゃあ別れてくれるんですか？え？本当は付き合ってない？嘘。本当に？え？それも嘘。なんなんですか、お姉さん。本当は本職詐欺師でしょう。もうダメだ。散々勉強したはずのメンタルコントロールの数々が何も思い出せない。わかりました。お姉さんがそういう態度を取るなら、僕にも考えがありますから。天才詐欺師を舐めないでください。ようやく見つけた。お姉さん、ちゃんと LINE 返してくださいよ。返してくれないと不安になっちゃうじゃないですか。準備が整いました。言ったでしょう、こっちにも手があるって。僕ほどの頭脳があれば、一人の女性の心をつかむなんてたやすいことなんですよ。これをどうぞ。何って、大量のラブレターです。お姉さんへの愛を本気でしたためていきました。これでわかるでしょう、僕がどれだけあなたのことを大事に思ってるか。そんな彼氏なんかに負けるわけがないんです。
ちょっと、お姉さん何ですか？いきなり僕の家に来たいだなんて。もしかして、やっぱり、あのラブレターが聞いたんですかね。昔に少女漫画読んどいてよかった。これをすれば絶対にお姉さんが振り向いてくれるって信じてましたから。お姉さん？嬉しい。ぎゅいろいろと迷わせちゃってすみません。僕がもともと悪いことをしていたせいでお姉さんのこと悩ませてしまいましたよね。お姉さんに財布まで盗ませてしまった。もう大丈夫。他の男と迷わせるような不甲斐ない真似はしません。お姉さんのこと、生涯を通して幸せにすること、誓いますから。お姉さん、僕、お姉さんのこと大好きですよ。もう二度とあんな風に離れちゃダメですよ。あ、何ですか？そんなに眉間にしわ寄せて。困ったことがあれば何でも言ってください。銀行の暗証番号。あのね、お姉さん。僕のこと、誰だと思ってるんですか？ 5123 です。これから結婚するんだから、そんなこと隠すわけないでしょ。これから銀行口座は二人で一つですから。頑張って節約もしていかないとですね。あ、どうしました？ちょっとトイレ。わかりました。布団温めて待っときますね。一緒にいて。こんなに頭空っぽにできる人は初めてだ。これからずっと一緒にいれるなんて、人生捨てたもんじゃないな。あれ？玄関の音。で、今度は携帯の通知？え？あ、お姉さんから。写真？え？僕の通帳とキャッシュカードの写真？え？え？あ、あとこれなんだ？ウェディングドレスの写真？これ着てるの、お姉さん？お姉さんと、誰この人？え？嘘でしょ？お姉さん、結婚してたの？